皆さん、ヤンフリキチャンネルのアルミです。今日は久しぶりにちょっとさっきね、渋谷の麦わらストアに行ってたんだけど、同じ建物にあるガチャガチャのお店を発見しました。一回来たことあるんだけど、で前より広くなってたりして、でまあこうなったらね、あれやるしかないなと思ったので、今回もガチャガチャ2000円分やっていきたいと思いますね。ここじゃなくてあっちにもいっぱいガチャガチャあるから、果たしてロミの好きなガチャガチャ見つかるのか。よし、それではレッツゴー。両替します。いってらっしゃい。はい、プリキュア1回くらいいいじゃん。あれ、前みたいにトカゲのガチャガチャとかあったらやりたい。よし、いっぱいあるからさ、ちゃんと見ないとだよね。あ、これやりたいけどお金足りないとかなったら嫌だから、ちゃんと見よう。かわいい。え、500円だ、やめとこうかな、これは。めっちゃかわいい。めっちゃかわいくない、これ。これかこれが欲しい。おにたま、おやもり、絶対これかこれが欲しい。500円だよ。うん、よし、じゃあ500円だけどやっちゃいます。で、帰ったら開けますね、これ。じゃーん。え、でっか。でっか。もう何が出たか全然わかんないんだけど、多分さっきのじゃないかもしれない。はい。え、これかわいい。400円だ。やめとこう。見てこれ。うん。え、待って、欲しい。餌？そうだよ。あの子のご飯だって。あの子のご飯。え、超欲しい。ミルワーム超欲しいんだけど。ミルワームかコオロギ。やだ、ピンクマウス絶対だ。え、これ前髪クリップだって。え、超欲しい超欲しい。え、魚とピンクマウスだけはやだな。お願い、この3個どれでもいい。全部ハングリーちゃんが食べたことあるやつだから、お願い。見える見える。え、これだ、ゴキブリディビア。ミルワーム欲しかった。皆さん見てください、広がるスカイプリキュアのこれ、おもちゃでね、セットできる。この3個持ってるから、これ狙いで1回300円です。で、今さ、虫とさ、トカゲだよ、可愛いのやっとこうよ。はい、中身見えないからね、家で開けます。うん、あとは、え、これやりたい。300円。え、これ欲しい、ウェディングフィギュア。ワンピースの中のご飯がフィギュアになった。うわ、ルフィの気まぐれカレーも欲しい。はい、あ、これも分かんない、中身黄色いやつ。あとは600円。うん、300円の2回できる。俺欲しかった、ミルワーム。ミルワーム、うん、かわいくない。もう一回やってみる。やる。え、うん、やる。やるミルワームが欲しい、マジで。みんなさ、もう見慣れてるじゃん、リクチャンネル見てる人はね、絶対にミルワーム何回も見たことあると思うんだけど。ヘアピンだよ、これ、ヘアピン。でもつけたね。つけるよ。出てた、うん、コオロギでもいいかも。お願い、中身見るね。魚、マジか。あと1回300円の。え、どうしようか、なんかないかな、犬とかさ。これマジ可愛い、サンリオのお尻。え、絶対にポンポンプリンが欲しい。可愛くない？マグネットなんだって。ちょうど300円。いきます。わかる？何出るかな。あ、多分キティ。青だから見えない。いいね、うん、帰ったら着よう。はい、じゃあ全部で6回できました。で、ロミ、ちょ、欲しかったやつ出なかったのもあるんですけど、まだ中身見えないのもあるから、家に帰って開けて紹介します。楽しみ、開けんのこれ。帰ります。はい、家に帰ってきました。もう次の日になっちゃったんですけど、我慢して開けずに待ってました。マジでいつも行ってるガチャガチャの場所よりもう断然広くて、選び放題だったからすっごい楽しかったです。じゃあ最初にやったこれ一番高いガチャガチャです。500円のガチャガチャ、トカゲみたいなガチャガチャなんだけど、はい、まずラインナップね。これどっちか欲しかったのね。これかこれ。サメハタタマオヤモリかオニタマオヤモリ。めっちゃ難しいけど、これどっちか欲しかったんだけど、明らかにこれ絶対ね、これですね。これ。アルマシロトカゲですね、出たのね。ブラウンの。ちょ、ねえ、これ組み立てるやつだと思わなくて。では、口の中めっちゃリアルなんだけど、これ。じゃあ組み立てます。こうやって。できました。え、待って。かわいすぎる。え、
アルマジロトカゲです。めっちゃ可愛い。もうさ、爬虫類大好きすぎて全部飼いたくなっちゃう。今度見つけたらやります。可愛くない、この子も。いや絶対やろう。で次が2回やっちゃったの。これどうしてもあのミルワームが欲しくて、ラインナップからね、あの子のご飯っていうやつで餌の、 あの前髪クリップのね、でラインナップがこれで分かんないの。魚とミルワーム、ピンクマウス、デュビア、コオロギ。一番はねミルワームかコオロギが欲しかったんだけど、出たのがデュビアですね。ゴキブリみたいなやつで、過去の動画でアップしたんだけど、あ、写真ついてる、すごい。これ本物の写真ですね。こんな感じのゴキブリになってます。でその前髪クリップになってんの。え、めっちゃ可愛い。すごい。でこうやってつけます。どうですか、ゴキブリの前髪クリップです。これで洗顔とかしたいと思います。で2回目は魚でした。ミルワームでなかったの。魚類の餌だって。これこんな感じです。はい。でこっからはもう可愛いものばっかりですよ皆さん。じゃあ最初これ、最後にやったやつはあのサンリオのキャラクターのお尻のマスコットなんだけど、あのポンポンプリン欲しかったんだけど、この色絶対キティちゃんだと思うんだよね。あ、ほらやっぱりキティちゃんでした。え、可愛くない？いやポンポンプリンがねマジで可愛かったので、これ、ま、あのマグネットになってるから冷蔵庫に貼りたいと思います。ラインナップ見て、ポンポンプリンのねあれが、あのお尻の穴がマジで可愛いの。ほら他にもクロミちゃん、マイメロ、シナモンとかいっぱいありますね。で次がこれ、ワンピースのガチャガチャ。これね中身見えなくて、ルフィの気まぐれカレーとかウェディングケーキ欲しかったんだけど、はい、ラインナップこんな感じです。たこれだ、ジャガイモのパイユが出ました。うわこれ欲しかった、ウェディングケーキとルフィの気まぐれカレー。うわチェリーパイもいい。で出たのはジャガイモのパイユ。ちゃんとフォークもついてます。こんな感じ、実際に漫画で出てきた、漫画とかアニメで出てきた料理になってますね。え、かわいい。これまたやろう。はい、じゃあ最後はプリキュアの、スカイトーンのガチャガチャなんだけど、オリジナルがね一番欲しいの。果たしてこれ中身見えない、行くよ、お願い、エルちゃんのやつ。はい、あ、はい、これ持ってるやつですね、あのおもちゃについてたやつ。ラインナップこの4種類なんだけど、これがガチャガチャオリジナルで一番欲しかったやつ。この3つはねおもちゃについてたから持ってんの。かわいい、ほらめっちゃかわいいね。全く同じですね、あのおもちゃについてたのと。こうやってピューン出るやつね、かわいいでしょ。あ、リクにキーホルダーいいよ、リクこれつけてはい、こんな感じで以上です。一番嬉しいのはあこれかな、やっぱ。あーでも待って、この前髪クリップも可愛いからな、どうしよう。はい、この2個です、お気に入り。いやマジで可愛いね、爬虫類大好きだから。でマジでね申し訳ないです、あの普通のね YouTuber もっと可愛いのばっかりやってると思うんだけど虫とかトカゲとかのねガチャガチャとかやっちゃって。でまたね今度あのガチャガチャの企画とかやりたいなと思ってるので、リクエストあの何千円分とか。でこの動画にねあのリクエスト書いてくれた中であの一番多いリクエストが次のね企画になるので、ぜひどんどん書いてください。じゃあということで、またガチャガチャの動画見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ルミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。